おはようございます。おはようございます。アレリア、おはようございます。7月27日、朝の電動放送です。リエさん、ハレリア、モークさん、ハレリア、マイちゃん、ハレリア、ズニャンさん、トモさん、ルルルさん、おはようございます。今日は皆さん土曜日ですからね、休みの方もいらっしゃるでしょう。太陽さん、ヒコさん、おはようございます。今日もいい天気でしたね、今日もいい天気です。ちょっといい天気のところをお見せしましょう。夏の空、やっと夏になったという感じですね。騎士団さん、やっと夏に入ったですね。そうですね、土砂降りのとこもあるでしょう。そして今日はさっきまで、雨が降ってました。そういうわけでこの木々がちょっと、濡れていて、ちょっとしっとりしていますね。しっとりしていて非常にいいです。はい、納豆さん、ゆうさん、おはようございます。デトロイトに行くんですか？はい、デトロイトに行きます。デトロイトはですね、アメリカで一番治安が悪いそうですね。昔はですね、車の街だったんですね。アメ車、車の工場の街だったんですが、しかし、燃費が悪いということで、そして日本車が進出してですね、結果的にデトロイトはゴーストタウンですね。工場が閉鎖になってゴーストタウンになってしまいました。その結果治安が悪くなったんですね。そこに行くというのも何か意味があるのかもしれません。デビッド・テイラー氏の、その集会場がそこにあるんですね。デビッド・テイラー氏の集会場がデトロイトにあります。おはようございます。はい、サムライジャパンさん、劉備さん、あやぽんさん、おはようございます。おはようございます。来週火曜から、再来週の、火曜まで、1週間ですね、ちょっと不定期になります。ちょっと予定がはっきりしませんが、一応できればですね、この通常の時間に放送したいと思っています。つまり日本で言えば7時ですね。7時に放送したいと思ってますが、ただそれができるかどうかちょっとわからないので、一応補充にしといてくださいね。7時、日本と同じようにできるかどうか分かりません。もしできたらしたいと思います。海猫さん、おはようございます。よろしくお願いします。しかし、5個の放送はちょっと難しいので、とりあえずツイキャスとフワッチ、ツイキャスとフワッチだけを一応したいと思いますので、皆さん他のサイトの方はぜひですね、ツイキャスかフワッチ、ツイキャスかフワッチの方で見てくださると嬉しいです。打たれないようにそうですね、私たちは、天使に守られている、天使に守られていると信じます。小泉純一郎に似てます。そうですね、このヘアカットがですね、その似てるかもしれません。日曜礼拝はですね、明日は普通にやりますが、8月4日の日曜礼拝もですね、できれば向こうから放送する予定です。ただできるかどうかは分かりませんが、
向こうから日曜礼拝の放送したいと思います。東京地方は明日梅雨明けの予定ですね。明日梅雨明けの予定です。で、梅雨明けというのはですね、梅雨入りと梅雨明けは雷が鳴ることが多いんです。ですから明日雷が、手の甲ですか、これ虫パッチ、虫パッチなんですけどね、この虫除けパッチやってもその虫除けパッチのところに蚊が刺してたんです、全然効き目がないみたいです、この虫パッチのこの横にですね、横で蚊が刺してましたので、まあどういうことでしょうかね。それでですね、その梅雨入りのことは初めの雨、梅雨明けのことを終わりの雨と、まあ、イスラエルでは言います。そしてそれは大雨なんですね。大雨で雷を伴います。で、それはですね、霊的には今からかかります。今から2000年前は、2000年前のペンテコステの時は初めの雨、そしてこの終わりの時代の聖霊の、雨、それを後の雨と言います。つまりこの今20世紀は終わりの雨、後の雨ということなんです。ですから皆さん、この、今ですね、初めの雨よりも終わりの雨の方が大雨です。ですから、今世界中は後の雨でリバイバルが起きたんです。ですから日本もですね、もうすぐ起きると信じます。日本でも終わりの雨、後の雨、リバイバルが起きると信じます。山猫さん、おはようございます。初見です、よろしくお願いします。コウさん、おはようございます。私、ちょっと、まあ、語弊があるかな。私たちはイエス様の血を飲みますね。カバー人間の血を吸うかもしれません。私たちはイエス様の血を飲みます、イエス様の血によって私たちは、永遠の命をいただきます。それでぜひ皆さん、明日は東京地方は梅雨明けです、終わりの雨が、降るかもしれません、それは、この人類の、なんか蚊が気になってすいません、蚊が気になって、これ虫除けパッチですね。虫除けパッチ、私たちは今、終わりの時代を、迎えようとしています、ですから今私たちは、このように信仰を持って、祈っていることはとても大事なことなんです。私たちの祈りで聖霊の雨が降ります。私たちの信仰によって聖霊の雨が降ります。私たちはもっともっと、日本は雨の多い国ですが、しかし、霊的な雨がもっと降るように私たちは祈る必要があるんですね。それではですね、タイトルいきましょう。タイトルですね、霊的なフィットネスをしよう。霊的なフィットネスをしよう。今までにも同じようなタイトル 2,3 回あったかもしれません。霊的フィットネスとは何でしょうか。最近ですね、フィットネスのジムが流行ってます、ね、あちこちで、フィットネスのジムが開店してますが、それはどういうことでしょうか。多くの人はですね、体を鍛えて、
体を鍛えて、健康になりたい、長生きしたいということだと思います。私たちが運動不足だったり、また、筋肉がないと、いろんな問題が起きる、病気になりやすい、コレステロールが増えちゃう、それから脂肪が増えちゃう、フィットネスをすることによって脂肪を燃やしたい、健康になりたい、それはとてもいいことだと思います。ただ聖書では何と言ってますか。聖書では体を鍛えるよりも、心を鍛えなさいとあるんですよ。本当なんですね。体を鍛えるよりも心を鍛えなさいという御言葉があります。ですから私たちはもちろん体を鍛えちゃいけないということはありませんよ。体鍛えてもいいです。しかし心を一番に鍛えるということですね。新海さん、フィットネスとはジムにお金を払ってだんだん行かなくなってお金だけ取られるというサタンのお金儲けシステム。そうですね、何か契約したらですね、もう運動するかのように思って、しかし行くのが面倒くさくなって行かなくなって会費だけ払ってるというのがあるかもしれませんね。はい、摂氏さん、どんな根拠論拠があってそこまで言い切れるんですか。私の説明の中には、その聖書から来てる説明と、それから聖書にないことも言うこともあります。そういう時はちゃんとですね、聖書ではこう言ってますと言いますし、また私はこう思いますと、分けているつもりでいます。ですから、体を鍛えるよりも、心を鍛えなさいというのは聖書に書いてあります。そして、ゆうゆうさん、フィットネスクラブ半年間一度も通わないのにお金だけ払っていたことがありました。やはりですね、長く続けるって結構大変ですよね。特に運動というのはですね、疲れますから。だから運動しなきゃいけないっていうことはわかるけど、実際にジムに通うっていうのはまた大変だと思います。新海さん、信仰のフィットネスとはイエス様に愛されている実感がなくても諦めずに毎日祈り続けることでしょう。いや、イエス様に愛されているという実感が必要ですよ。イエス様に愛されていることをまず信じなければなりませんね。それではですね、もうちょっと話をしていきたいと思うんですが、今年のお盆は習慣ないんですか。ありますよ。日本ではですね、8月13、14、15、16、13、14、15、16、中野ゼロホールで集会があります。13日は視聴覚ホールで夜だけあります。7時からあります。ね、それから14、15、16は小ホールであります。時間がちょっとで不規則です。14は午後からですね、1時だったかな。14は午後、15が朝かな、15は朝だったと思います。そして、16は、朝と夜、朝と夜、集会があります。4回ですね。13を入れると5、13を入れると5回あります。ゆゆいさん、きゅうちゃんも人生の苦難があったと思いますが、信仰で救われましたか。信仰で救われました。あやぽんさん、昨日きゅうちゃんに LINE を送りましたが、ここで質問いいですか。はい、質問してください。私は個人的に筋トレを教えてもらってる人がいます。精神的に鍛えられてます。
筋トレを教えてもらってるんですね。はい、息子がベースを弾く予定です。ですね、人間はですね、人間の脳というのはですね、基本的には、条件反射なんですね。条件反射、どういうことかというとですね、これ私にしねという意味ですか。いや違いますよ、これは、ああそうかな、I'm old but mind and face young and suicide make you younger forever。 まあ死ねという感覚ではないですが、あまりいいコメントじゃないので、良くないですね。はい、 GTO さんおはようございます。ヒットさんいけない、そうですか。それではですね、その人間の脳は条件反射ということですね。条件反射っていうのは、何か刺激を受けると反応がある、ね、刺激を受けると反応がある、これが条件反射です。そして人間の脳は基本的に、そういう条件反射の、まあそのことなんです。例えば言葉もそうでしょ。例えば、おはようって聞こえたらですね、あ、これは朝の挨拶だということが条件反射として理解できます。そのありがとうっていうふうに聞こえたらですね、感謝してるっていうことが分かります。結局言葉も条件反射です。そして体も条件反射です。体もですね、例えばそうですね、雨が降ったらわーっていう感じになるし、そして自動車が来たら危ないってこうなる、これ全部条件反射ですね。人間の体は、条件反射なんですね。そしてその条件反射がなくなると死んでるということになります。目がですね、目が光を当てると瞳孔っていうこの、ね、光を調節するものがこう閉まります。そうすると瞳孔反射といって、あ、生きてるということになります。花さんおはようございます。しかし、光を、ね、ここに光を当てて瞳孔が閉まらないと、この人は死んでいると、生きてるか死んでいるかの判断が、瞳孔反射を使う時があるんです。飛び子さんありがとうございます。アメリカ人が死にたいという意味ですか。わかりません。それはですね、ちょっと、誰がそう言ってるか、誰がそうしなさいと言ってるのか、一般的に言ってるだけだと思いますので、あまり気にしないでください。そしてですね、人間の考えもそうなんです。人間の考えもね、例えば何か欲望をそそるもの、ね、欲望をそそるものを聞いたら反応しますね。まあ、カキピって聞こえたら、カキピを見たらですね、あ、食べたいとかですね、お寿司って聞こえたら、あ、食べたいとか、これもですね、条件反射ですね。条件反射、ある人ね、なんか車って言うとこうピコーンって なったり、それからね、株価が上がったと思うとピコーンとなったりする、これ条件反射です。人間の脳はそういうふうに条件反射でできています。でも大事なのはですね、皆さん、イエス様の言葉、イエス様について条件反射を作る必要があります。私たちは御言葉を聞いてピコーンって悟る必要がありますね。多くの人は御言葉を聞いても何それ、ね、関係ない、多くの人は、御言葉に反応しません。条件反射がありません。大石さんおはようございます。例えばですね、サッカー選手だったらね、サッカー選手だったらボールが来たらバーってね、ボールに反応して蹴ったりします。
でもサッカーしない人はですね、ボールを見てもですね、まあその蹴ったり蹴ろうとはしないでしょう。ですから、スポーツの訓練はね、スポーツの訓練はその条件反射を鍛えること、すぐに反応する、その、反応がですね、早ければ早いほど、いい運動ができるわけです。条件反射を鍛える、これがフィットネスですね。フィットネス、特に筋肉の条件反射、筋肉の条件反射を鍛えることが、これが、フィットネス。しかし、例えば音楽、音楽だったらピアノを早く弾く、ね、ピアノを正確に弾く、これも条件反射ですね。楽譜を見て、楽譜を見てですね、こうその楽譜通りに弾くという、これも条件反射です。コンピューターもそうです。私たちはネット人間ですけど、このコンピューターの、ね、画面を見て、そしてまたインプットするわけです。つまり人間の脳というのはそういう条件反射で、生きているということになります。しかし日本人の 99% はイエス様に対して反応しません。イエス様に反応しません。神に反応しません。罪に反応します。欲に反応します。それは、いい条件反射ではありません、ね。いい条件反射ではありません。私たちの霊的条件反射は、神様の御心、そして神様の言葉、神様に反応する、神様に反応する、これが信仰です。これが信仰です。そしてそれもですね、訓練しなければいけませんね。もし霊的に鈍ければ何回聞いても、よくわからない、まあ、神様が、ね、こういうことしなさいって言った時に、ああしなきゃいけないなみたいな、ちょっと鈍い感じ、ね、それは、あまり反応がよくありません、ね。私たちは神様の御心に対して、はい、イエス様、ね、あのイエスロード、イエスロードっていう歌があります。イエスロード、イエスロード、イエスロード、まあ、そういう歌があります。はい、イエス様。私たちは、イエス様の言葉に対して、もう敏感に反応する。はい、わかりました。はい、はい、します。そういうふうにですね、お医者さんおはようございます。そういうふうに、私たちは霊的に敏感になる必要があります。仕事もそうですよね。仕事もですね、例えば、上司がこうしなさい、ああしなさいって言ったら、はい、わかりましたって、すぐにその上司の言ったことをやる方が、それはいい仕事をすることになるでしょう。何か言われてもなかなかしない。なかなか、まあもちろん、そのケースバイケースですけど、なかなか、その、はかどらなければ、いい仕事をすることにならないですね。その上司の言うことを、ね、すぐに理解してすぐに反応する。でもそれには訓練が必要ですよね。どんな仕事でも訓練がなければいい仕事はできないでしょう。だとすればなおさら信仰も、ね、信仰も訓練が必要なんです。それを霊的フィットネスと言います。霊的フィットネス、皆さんはこの放送を見てですね、霊的フィットネスをしてるんですよ。皆さんはこの放送を見てですね、あ、そうなんだ、あ、そうなんだということで、皆さんは霊的なフィットネスをしています。ここでいろんなことを学んで、ね、ここでいろんなことを学んでイエス様の知識を、イエス様の教えについて、イエス様の御心についていろいろ学んで、それに、反応しよう、イエス様の教えを守ろう、それが霊的フィットネスです。そして、私はコーチ、霊的フィットネスのコーチ、皆さんにですね、はい、はい、ね、1、2、1、2とかですね、
はい10回、はい20回とかですね、皆さんにですね、この訓練、フィットネスの訓練をしてるわけですね。はい、あと5分とかね、あと10分とか、まあとにかく、まあいいコチかどうか分かりません、いいコチかどうか分かりませんが、とにかくこの放送を通して皆さんに訓練をしてですね、皆さんにその霊的な訓練をして、そして皆さんがだん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 神様に反応し、神の、御心に反応し、そして皆さんは、だん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 、霊的な、霊的に、訓練されたものになります。劉備さん、私は病人です。病人の方はリハビリですね。フィットネスと言わないかもしれませんが、まあ、この放送は、フィットネスだけではなくリハビリもしています。劉備さんは、この放送でリハビリをしています。鬼コーチ鬼コーチではないですよ、ね。皆さんは、もし歩けなければ歩けるように訓練します。もし立てなければ立てる訓練をします。喋れなければ喋られるような訓練をします。そして健康になったら今度はフィットネスになります。イエス様が言いました。私は、健康な人のために来たのではない、私は、病人のために来たとおっしゃいました。イエス様は、イエス様はですね、多くの人を癒し、多くの人のリハビリをしてくださいます。まず多くの人は癒されなければなりませんね。はい、 GTO さん質問してください。ごめんなさい、 GTO さんの質問は何だったでしょうか。 GTO さんの質問、彦さん、スノベを見ると嫌な音を想像してしまいますが、なぜこんな条件反射をしてしまったんでしょうか。いや、私のスノベが下手だからですねすいません。そういうわけで、私たちはネガティブな条件反射を持っている場合が多いです。すべて何かですね、状況を見てすぐネガティブに反応する、ね。もうすぐに全てのことをネガティブに反応する、これはきついです、これはきついです。ですから皆さんね、そのネガティブな条件反射をもう捨てて、ポジティブな条件反射を作りましょう。ハンナさん、朗らかな顔を見ると自分も変わります。1212、そうですね。ぜひ皆さん、ポジティブな、条件反射、ポジティブな訓練、ポジティブフィットネス、あ、いいですね、いい言葉作りました。ポジティブフィットネスをしましょうね。ポジティブフィットネスというのは、すべてのことをポジティブに反応する、すべてのことをポジティブに、反応する訓練、それがポジティブフィットネスです。多くの人はネガティブフィットネスをしていますね。何でもネガティブ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 、もうそういう条件反射ができちゃって、なかなかですね、ポジティブになれなくなっちゃってます。トモさん、牧師の話を聞いて心が軽くなりました。アメン。そういうわけで、皆さんがそういうですね、霊的なフィットネスをして、ポジティブフィットネスをしてほしいと思います。私も訓練してます。私も放送しながら自分の訓練をしてます。皆さんにコーチをしながら、皆さんにコーチをしながら私も訓練しています。末期がんの患者でも道は開けますか。神様に不可能はありません。あ、アイポンさん、そういう役ですね。GTO さん、はい、GTO さんの質問、
ごめんなさいね、なかなか字がコメントの字が小さくてちょっと読みにくいです。すいません。ウルトラマンさん、おはようございます。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、だん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 ネガティブな反射が、条件反射がなくなってきた。イエス様を信じて、だん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 、ポジティブな条件反射になってきた証。イエス様を信じて、少しずつ少しずつ訓練されて、リハビリができて、霊的なフィットネスができるようになってきた証。スタート。スタート。スタート。ウルトラマンさん、大腸内、視鏡検査の時に乗ったら無事でした。よかったですね。佐竹さん、私携帯見てたら壁にぶつかった。危ない。あやぽんさん、私は誰に暴言を吐かれても許す心ができました。素晴らしいですね。暴言を聞いた時にネガティブに反応するのか、暴言を聞いた時にもポジティブに反応するか、それは訓練ですよね。とびっこさん、ポジティブ伝導で体がピコーンと反応しました。ポジティブ伝導で体がピコーンと反応しました。ネガティブな行動はどうすればポジティブになりますか。信仰で燃えることですね。そして、訓練をすること、霊的な訓練をしましょう。長生きしてくださいね。ありがとうございます。ゆうびさん、やっと信仰米が出ましたね。イエス様がそばにいてくれると思うと心強いです。いいですね。イエス様がそばにいてくれると思うと心強いです。もうかさん、この伝道放送を見聞きし、学び、霊的に鍛えられ、ポジティブになれました。どんな悪い状況でも状況ではない、イエス様に祈り、信仰でポジティブになろうと思いました。その通りですね。そしてその皆さん、習慣って大きいですよね。悪い習慣というのはなかなか治りません。しかし良い習慣があるとね、しっかりと生きることができるでしょう。習慣が、良い習慣を身につけましょうね。良い習慣を身につけましょう。ゆうさん、ずっとネガティブで、すぐに鬱がひどくなって、だんだんとネガティブが影を潜めて、ポジティブ反応がの方が多くなってきました。いつもそばにいてくださるイエス様に感謝します。ゆうさんもだん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 ネガティブからポジティブになりました。イエス様がイケメンならそばにいてほしい。いやー、もうイエス様最高にイケメンです、ね、イエス様最高にイケメンですよ。
ハズキルーペ。ハズキルーペっていうのは何ですか？コメントを読むルーペですか？ジュース、宮桃さん、イエス様にだんだん心を開かれていっています。アメン。それが正解です。それが信仰です。皆さん、これが信仰です。イエス様にだんだん心を開かれていっていく。イエス様にだんだん心を開かれていく。それはイエス様がだんだん分かってくるということですね。イエス様の言葉が分かれば分かるほど心を開かれます。心を開かれます。ハンナさん、精霊エステや霊的フィットネス、電動放送に通ってお得に生きてます。アメン。皆さんはですね、精霊エステ、霊的フィットネスで、に通ってますよ、皆さん。皆さんは、精霊フィットネスに通ってます。素晴らしい。皆さんは根気よく通ってますから、皆さんは成長してます。ハズキルーペはコメント読むためのものです。そうですか。ホフテさん、この放送でゴキブリがどっかに消えました。ゴキブリがどっかに消えました。よかったですね。アメン。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。皆さん、私たちは、老人がこう、フィットネスすることもありますよね。もう私はあまりする気がないんですけど。で、老人もフィットネスすると結構ですね、体力がつくようですよ。でも私はですね、できれば霊的なフィットネスをもっとしたい。ポジティブフィットネスをもっともっとしたいです。多くの人は知らず知らずネガティブフィットネスをしてますね。偶像崇拝不貧困、罪を犯すというのはネガティブフィットネスなんですね。罪を犯せば犯すほどネガティブになります。ですからぜひ皆さん、罪を犯すというネガティブフィットネスをやめましょうね。それは、マイナスになってしまうということですね。罪を悔い改める、罪を悔い改めるというのは、ネガティブフィットネスをやめるということですね。そしてイエス様の教えを守って、ね、御言葉を聞くことがポジティブフィットネスです。そして必ず成長します。ギュービさん、イエス様は好きだよ。アメン。イエス様は好きだよ。そうです。イエス様を愛し、イエス様に近づくこと、イエス様に聞くこと、これが信仰です。これが信仰です。そうすれば、ポジティブフィットネスになります。私たちはイエス様の弟子です。ね、私たちはイエス様の弟子です。イエス様の弟子は、霊的フィットネスをします。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私はネガティブフィットネスをしてたかもしれない。いろんな、虚しいこと、愚かなこと、この世的なこと、欲的なことを求め、ネガティブフィットネスをしていたかもしれない。これからはそういうものを一切捨てて、これからはポジティブフィットネスをしよう。神の言葉に反応し、イエス様のことについて関心を持とう。この世的なこと、欲的なことに関心を持つのをやめて、本当に意味のある大事なことに関心を持って霊的フィットネスをしよう。そう思う方はアメンと言ってください。もっともっと熱心に霊的フィットネスをして、ポジティブになりたい、もっと強くなりたい、もっといろんな問題に対して、負けたくない、いつもポジティブ、いつも喜んで、いつも楽しく、いつも
優しく愛に満ちていきたい、愛に満ちていきたい、そう思う方はアメン。アメン、アメン。天のお父様、感謝します。私たちはサタンに騙されて、ネガティブループ、ネガティブフィットネス、ネガティブライフでした。しかし私たちはイエス様と出会った、そしてイエス様を信じた時、世界が変わりました。ネガティブな世界からポジティブな世界になりました。そしてネガティブな生き方からポジティブな生き方に変わりました。どうぞ今アーメンと言った方々が、ポジティブの世界に入り、ポジティブな生活を始めることができますように。最初はよくわからないかもしれません。しかし根気よく根気よく、霊的なジムに通って、この放送ですが、霊的なジムに通って霊的な訓練ができますように。どうぞ途中で挫折したり、途中で、やめたりしないで、根気よく根気よくポジティブフィットネスをして、一人一人が強い体、霊的な体、強い霊的な心、強い霊的な人格を持つことができますように。彼らを祝福してください。守ってください、守ってください。悪魔に打ち勝ち、人生に打ち勝ち、永遠の命を獲得することができますように。永遠の命を獲得することができますように。彼らの未来が永遠の命でありますように。天国に行くことができますように。イエス・キリストを信じる人たちが、最後の最後まで信じて、最後の最後までイエス様のそばにいて、天国に行けるように、天国に行けるように、助けてください、助けてください。日本を救ってください、日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、今晩はちょっと放送ないんです。今晩は放送ないんですが、明日の朝10時半礼拝があります。皆さん一緒に礼拝しましょう。礼拝も、霊的フィットネスですよ。思い切って礼拝しましょう、思い切って賛美しましょう、思い切って感謝しましょう。そうすればもっともっと祝福が来ます。天の窓が開いて、天の窓が開いて、祝福が皆さんの上に来ます。祝福が溢れてきます。ぜひ皆さんイエス様の祝福を受けて祝福されましょう、祝福されましょう。それでは明日の朝10時半にお会いしましょう。シャローム、ありがとうございました。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。